この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッちゃおう、ペロッと、すごいよ。さあ始まりました、月とでございます。おはようございます。いやーめでたい。何をですか。めでたいじゃないですか。めでたい何をすか。今日は私たち二人の記念日ですよ。記念日、記念日、大事な記念日。はいどうぞ。っていうかこの番組記念日多くね。いやほら、まあ付き合いたてとかって1ヶ月ごと記念日だったりするじゃないですか、はい、まあそんな感じで最初だけね。この間100回記念でしたよね。そうです。今日はまた別の記念日、なんと番組放送開始2年記念日です。おー、2周年ってことですか。そうです、2周年、3年目ですよ。周年祭だ。3年目が始まります。あら、ね、まさかここまで続くものですね。奈良さんのおかげでございます。いや、もう魚拓の先生のおかげでございます。しかも違う番組に出てますよね、あなた。あ、ガチスポ。違うよ、ガチスポもそうですけど、面白い人々とかにも出て、あ、コテンパンにやられました。若干のトラウマを引きずるくらいコテンパンにやられたのですごい楽しかったって言ってましたよ。あ、よかったです。でも、うん、本当にコテンパンにやられました。コテンパンにやられたんですか。はい、気になる方はね、ぜひ見てほしいですね。はい、頑張って歯向かってまいりました。さあ2周年ということで、はい、記念の回なので、はい、スペシャルな助っ人をご用意しました。お前のそういうのは俺本当に信用してないです。そうですか。じゃあ呼びますか。すいません、来て。邪魔します。いや出にくい、すごい出にくい。第7回ガチスポは矢部東條スロット部門初参戦の正重で争われ、見事東條が執念の実戦トップ。お願いします、お願いします。しかし成瀬の景品選びで大波乱、東條はまさかの NG 景品を選び脱落。逆に矢部が見事正解し前人未到の3連覇を達成したのであった。はい、ありがとうございます。また勝ってね。はい、スペシャルな助っ人ってすごいね。そういえば最近よく会いますもん。そうなんですよ、ね、ガチスポー本当にやってんのか怪しくなるくらい来てますよね。そうなんです、本当に。化粧変えました。変えてないです。本当ですか。なんか変ですか、顔変ですか。整形した。いや、してないです。あんな二重くっきりだったっけ。お前整形したべ。いや、この短期間で。いや、本当にしてないです。してないです。整形疑惑は引き続き追及するとして、今回の無夫婦さんはあのお方。2周年記念ということで特別企画をご用意いたしました。月スポ2周年記念、魚拓が絶対脱がせてやるでスペシャル。どういうことですか。いや、まあ、はい、2年間いろんな無夫婦女優さん来たんですけれども、はい、まあリアクションが分かりやすい、うんうん、ストライクとそうでない時の。俺分かりやすいですか。分かりやすい、本当に。黒か白かはっきりしすぎ。それカメラ回ってる前でも。回ってる前ですよ。テンションだだ下がりの興味を持たない。本当にこちらがね、ムフフさんに気を使うほど分かりやすい。あの成瀬さんが気を使っちゃう。あ、なるほど。ですが、はい、まあ今日たくさんのリアクションが良かった女優さんをリベンジさせてあげようかなと。できる女だね、なんせ。まあ、そうですね、ちょっと脇汗やばいね。で、早速ね、はい、まあ、匂いもすると思いますけど、懐かしい匂いはしませんか。しますね、夏の匂いがしますね。夏の匂い。あれこれどっかで嗅いだことある。俺、直江津で嗅いだぞ、これ。あれでは、お呼びしましょう。魚拓さんの月スポ史上リアクションナンバーワンムフフ女優、はい、89、59、85の D カップ松本芽衣ちゃんです。 おかえりなさい。お久しぶりです。あ、そうだったんですね。私初めて知りました。何を。リアクションの良かった。そうそうそう、自分の時しかいないから分かんないかもしれないけど。俺あんなテンション高くない。あ、そうなんです。飯食ってるしかも本当におつやみたいな。そう、優しい方で。普段がおつや、優しい。一言見てみたいと思いました。どのムフフさんなんですか、テンション。言えないですよね、ここじゃ。言えないけど今度 DVD そっと渡すから。豚みたいなやつがいるんですよ。豚みたい。いい
歯が真っ黒なやつ。おはぐろかお前。やめてください。どうですか久しぶりのご対面。そう、この顔、この顔なんですよ。表情がね、すごい分かりやすい。100点好き。ありがとうございます。好きってすぐ、今言える。今言える。ただ目見て言えない、恥ずかしい。なんで気持ち悪い。気持ち悪い。いや、だって、このデニムが似合う人は別にムフフさんうんぬんじゃなくて、日本に3人もいないです。いないじゃん、大体ダセーよ。あ、今日はちなみにブラジャーちゃんとしてます。してるんですよ、今日。そういえば。この間もうすごい言われすぎて気になっちゃって、はい、気になっちゃって、帰りも電車そわそわしちゃって。電車ブルブルさせちゃうんですよ、ここ。釣り革に捕まって。たまにボロッと出ちゃったりして、ああまずいまずいみたいな。出たの？出るでしょ。出ない、出たこと一回もないです。出そうだけどね。でも何なんだろう、俺よく何でもないこの黒い、うん、無地のね T シャツだってもう一見するとダサいデニム。でもうインディアンしか履かないようなサンダルですよ。ねえ、あので、本当いないですよこんなの。マルシアかメイちゃんぐらいです。マルシア風南国の香り漂うメイちゃん。前回魚拓が命名したのがその名もコパトーメイちゃん。犯罪言ってたじゃないですか。コパトーの話。持って。いや多分このナンパして。いや、書いてみてください。なんか変な気持ち、なんでしょう。わかんないけど、なんかさ、中学のさ、男の子とかの部屋に匂いするよ。あー、わかる。わかるよね。車の匂いとか。車もそうだし、こういう香水つけてたよ、若いやつら。これ以上の美薬はないですね。美薬ってないんだ。その、ムラムラする。ああ、なるほど、ね。まあ、これが数々の思い出がある。中学生、大体これしますからね、中学生のところ。本当ですよ。日焼け止めじゃないですよね。多分日焼けさせる方でしょう、ね。そうですね。オイル。でも日焼けで言ったらエキスパートやるじゃないですか。いや今はもう。まあ今はあれですよ。やめてもらいます。そんなじゃないし。こんな写真あったよ。あった。だって暗がりの墓地行ったら見えなくなるって言うんですか。本当に見えなくなる。見えない。は本当に歯だけ。歯だけ。え、何ですか。いや、それでこんな白く戻るん。戻りますよ。全身戻るんですか。全身戻ります。乳首だけ黒いとない。乳輪だけ戻るんですか。確かに乳輪はちょっと黒ずんだかなっていうのはありますけど。いや、昔に比べたら貼ってないです。ニップレスとか貼ってなかったです。貼らずに焼いて、はい、貼らずに焼いて。元の色はどういうやつ。結構ピンクです。ベージュ、でベージュ寄りのピンクっぽい。ベージュ寄りのピンクって何ですか。それ何。カントリーマームぐらいですか。違いますよね。ゴーティーのミルクみたいな。まあいい色ですね。あれもうベージュじゃないですか。ベージュ。ベージュ。でももう今黒いらしいんで。いや黒くはない。黒くはない。ちょっと待って、黒くはない。今はブラックコーヒー。それ黒すぎる。本当に。ミルクじゃないですよ。ミルク少し入れていいから。いい。ミルク少し入れたぐらい。それぐらいです。結構黒いっすよ。実際どう、何色。私は小豆ぐらいです。知ってる。そんなコパトーンの思い出とともに、今回はスロットルパン三世消されたルパンでバトル。純増およそ 2.0 枚。とにかく ART が勝負の台だ。ルールはシンプルに、実戦終了時に獲得枚数が多い方が勝利。魚拓の頑張り次第では松本めいちゃんがセクシーショットを届けてくれるぞ。ご期待あれ。じゃあ勝ったらこれありってことですか。それもう本人に確認取ってくださいですか。たまにこう手さばいてブツッていっちゃいますけど。もうそれ目的じゃないですか。いやでも俺女子にこうバトン塗ったことは一度もないです。ないんですか。初めてくれるんですか。
初めてくれるんですか、だって、はい、あでも私もサンオイル塗ったことないです。あじゃあ初めて同士じゃないですか、はい、塗られたこともない、はい、これぎこちなくなります。塗られたことある人に。ないでしょ。サンオイル塗るってもう AKB のかじりしか私聞いたことないですよまあでも俺負けないね、最近めっちゃ調子いいからね。確かにね、今回ずっとあのいい感じで来てますけど、でも今日でそれは崩れると。なんですか。ここね、実は私のホームなんですよ。ホームホームにしたんですか。はい駐車場に寝てる。家はあの都内でございますけれども、ここは別のホームで、私も月2回くらいここには来させていただいてて、したんプロデュースしてるんです。プロデュース今話題の、今話題のやめてください。そっちじゃないです。あのいい方のプロデュースを。なんか店内の装飾とかお前だらけだもんな。そうですよ。あとあの飲み物とかもあるんで、後ほどね、もうよかったらお召し上がりください。ナルセドリンクみたいな感じですか。もういっぱい汁入れてるんで。汁入れてんの。汁の写真が出てるの。知らない。それは入れてないですけど。ナルセの桃ドリンクっつってね、汁の写真なのにあーそれは負けちゃうかな、もしかしたら。なので、ね、そこは本当に勝たせていただきます。なるほど。お互い、はい、笑顔でエンディングを迎えるように、はい、まあそうですね、はい、2週目頑張りましょう。さあ今回は、ルパンと信頼のルパンということで、俺完全初チャンスけど本当に今日行きます。これは確かさっき矢部に聞いたな、見失わないと。チャンス目だけ見逃すねみたいなこと言われたんですよ。これ本当に演出的にはもうパチンコのまんまなのね。なんかこの保留とかも、このパチンコってさ、青緑赤とか金とかあるじゃない、それで厚さが変わるから結構分かりやすいかも。知識の差がその関係あるのっていうのは、台を選ぶとか、でそのあとはその台を離れるとき、そのタイミングなんですよね。その勝ち負け、その知識が勝ち負けに影響するので、もうとにかくパッと座ってもうこの台を打ち続けるって決めたら、もう知識があろうとなかろうと、あのそこは関係ないんで大丈夫です。これ打ってたらさっぱり分かんないですけど、何をしてんのかさっぱり分かんないですけど、大丈夫、出しゃいいんだから。前にさ3サイズって聞かれたときに、かかったことないから藤子ちゃんぐらいですって適当なこと言ったのね。そしたらどっかの来店のポスターに3サイズ藤子ちゃんって書かれてたんだよ。自称藤子ちゃんって書かれててさ、いやめっちゃ痛いやつじゃん私みたいな。やばくない？いや思ってないよ。でついうっかり言っちゃったことが、どこがどう見ても藤子ちゃんじゃないじゃん。性別ぐらいだよ同じなの。ゴエモンが出てきた。これは何だ、これがチャンス目なのかな。矢部さんこれがチャンス目なの。違います。スグルがこれ青の同着だったり赤の同着だったり、これは全長とかです。そこの保留の、あそういうことなんだ。っていうのに行くんですよ、まず。でその降格中に当たれば雷雨モードに行くんですけど、まあレギュラーボーナスみたいなものです。一応そこからあの ALT にも行くんですけど、確率 20% ぐらいしかないんで、まあ、ちょっとした当たりぐらいの。いやあんまり気にしなくていいよね。あんまり100位に行ったら煽りが来るんで、でその間に当てるみたいな。わかりました。これはチャンス目じゃないのか。なるほど、青同色と赤同色か。はい、もう一つチャンス。これが10ゲームプラスアルファなんだけど、チャンス目降格なのね。だからいかにここでチャンス目を引いて発展してボーナス当てるかみたいな。なるほど、チャンス目を引いてください。弱じゃなくてできれば強チャンス目とか。とりあえずチャンス目、あこれこれこれが中チャンス目。このでチャンス目引くたびにゲーム数止まるから、
けば行くほどお得、何回も、青、まあできれば赤まで行ってほしいなって感じでしょうね。緑は空気大体。はい、8点。毎回やる？毎回やる？ラブシーン。あー、もう。あ、すいません。当たるかもよ。わかんないよ。はい。はい、どんまい。いつも3位。でこの雷の質あるじゃない、緑とか赤とかあるんだけど、もう青だと今弱い、赤が濃厚、弱いね。あと4ゲーム、弱いな。全部全部全部青だな、全部青だな。あと1、もうやだ。で一応ここで当てると雷雲モードっていうのに行く。あ、緑。はい、残念、終わり。どうやったら当たったかさっぱりわかんないです。どうですか？あんま調子よくないね。あ、よくないですか？よくない。今んとこね、この台は継続率で言ったらどのくらいなんですか？大体 80% ぐらい。 80?70 から90何パーセント、まあ平均すると80ぐらいです。平均で言ったら多分少年だけど、まあ2桁いってまあ合格みたいな感じだな、10連チャンとかしたら。どのくらい自信がありますか？俺？はい、俺強いからね。10年ぐらいは余裕だね。あ、本当ですか？余裕余裕。じゃあもし5連チャンしたら私が水着になります。ちょっと待って待って待って、危ない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 。分かった。じゃあ今私がどういう状態なのか、はい、チラッとだけ見せて。チラッとちょっとだけ。俺ね、最近目が悪くてよく見えないんですよ。まだ近くで見せて、近くで見せてくれる。どういう学校なんだ。やっと分かった。なんだろうね、すごいよね。もうさ、あんなに分かりやすい人いるってぐらいさ、好みの人とさ、興味ない人の差がすごいよね。全然違う。水着姿のメイちゃんに濡れるの？濡れないです。ここで濡れない。ええ回ってくれんの？回ります、回ります。コバトン濡れないの？濡れるのは7連ちゃんからにします。あ、5連で水着になって7連でコバトン濡れて10連したら私が濡れちゃう。違う。10で好きなところ乗っていいです。7は足、足か腕。オッケー。頑張ってください。そのおかげ。乗った。受けて立つ。なんのうなずきだよ。やばいでしょあれは。ちょ、レンジャーさせろマジで。まだ ART 入れてないじゃんこれね。ほらお金どんどん減ってっちゃうよ。いいの？よくねえだろ、どう考えても。もうね、台が悪いわけでもね、店が悪いわけでもないんですよ。イメージキャラクターが
なんじゃないかな、この店の。誰だよ。誰が悪いんじゃねえぞ、イメージキャラクター悪いんだぞこいつ。ムカつくわこれな。やめてやめてよ。かわいいじゃないですか。誰だよこれ。お前が悪いんだろこれ。ほらお客様は出てらっしゃるのでほら皆さん出てらっしゃるのでケチつけるのやめてください腕が悪いぞ。ここなんで。こいつが悪いんだと思うんですよ。あった。おおおおお。よし。でこれでライオンモード。とりあえずね。外れました。秘宝。
全然外してるパターンですけど、これレーバーを叩け。あ、そうでしょ。なかなか厳しい展開だが、次回ホームの成瀬がついに見せた。なかなかここ噛み合わないから元気出してください。そして魚拓は姉ちゃんへの熱い思い、なんとしても夢のコパトーン体験をゲットすべくミラクルを起こす。はい、はい、はあ、誰だあいつ。あ、もうじゃあ近くで。この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん。もういいじゃん、グイッちゃおう、ペロッと。すごいよ。パチスロで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人プロデューサー成瀬ここみ、エンドガチスポ3連覇の矢部明乃。今回の勝負はスロットルパン三世消されたルパン、純増 2.0 倍の ART が勝負の分かれ道となるぞ。ルールはシンプルに、実戦終了時に獲得枚数が多い方が勝利。魚拓の頑張り次第では松本めいちゃんがセクシーショットを届けてくれるぞ、ご期待あれ。魚拓のリクエストで再びやってきてくれためいちゃんからのご褒美もあるぞ。それがもし5連チャンしたら私が水着になります。ちょっと待って待って待って、危ない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 。もうさ、あんなに分かりやすい人いるってぐらいさ、好みの人とさ、興味ない人の差がすごいよ。全然違う。5連で水着になって、7連でコパトーン濡れて、10連したら私が濡れちゃう。違う。10で好きなところ塗っていいです。7は足か腕。一応コパトーンにチャレンジしたいんですけど、スタートラインに立たないと。スタートライン立つのも難しそうじゃんこれね。勝負は2人ともスタートから700ゲームを超え、いまだに大当たりなしの大苦戦。わー、今ねすごいね、いいこと起きそうな感じなんだけど、天井さ999じゃん、でラインカウンターが今99じゃん、でラインモード中に天井行くと、でそこで当てるとフリーズと同じ恩恵を受けられるのっていう、今すごいところにいる。天井到達する前にライオン行けば、でハイデゴだよ、しかもライオンに。お、ライオン、はい、え、今何ゲーム、ゲーム数分かんなかった。980なんとかだった結果だ。あれ、一回ライオンモード入ってるからゲーム数リセットされちゃうんだね。すると成瀬がこの大事な局面でいきなり席を立ち、何やら怪しい動きを。
取り出したのはなんとナルセラムネ。元気出してください、これ飲んで。はい、行こう。苦そう。え、苦くないです。美味しい美味しいラムネです。夏といえば。いただきます。ありがとう。美味しい美味しい。ラムだけは美味しい。いいなあ、俺も作ってほしいな。こんな。ではここで成瀬と魚拓のムルルタイム。お楽しみじゃないですか。まあそうですね、今日はお便りないんですよ。え、今回は2周年記念なので、まあ、特別なムフフトークとして、はい、メイちゃんに魚拓さんが何でも質問しちゃってください。俺がですか？そうです、ないんですもん今日。いや、だって2人でやらせて好き。え、お前はいらなくね。え、どうなんなくね。じゃあちょっと外れてみてるんで。いいですよ、いいですよ。どうぞ。いいですよ、そう。あ、はじめまして。はじめましてじゃないですね。はじめまして。いきなり緊張しましたね。2人になったら緊張しちゃう。言っといて、そうやって緊張するのやめてもらって。いやいや、全然いいっすね。まあ、ドラマみたいなもん。ああ、なるほどなるほど。じゃあじゃあこれ どこにしましょう。シチュエーションだけ決めてください。お、美味しかった。とっても美味しかったです。本当ありがとうございます。え、もうお腹いっぱい。あ、はい。そう、俺まだもうお腹すきました。俺もうついてきた。へえ、まだ食べたい。まあでももう夕方ですし、ね、ちょっといきなりは付き合ってよ。もうちょっと食べたいんだ。あ、お前のこと食べたい。あ、へえ、困ってるよ。食べたい。私を。そう、どっから食べるんですか？下から。もうすぐ下。下後ろから。いや、一番下から。一番下。一番下から。一番下から。一番下から。ねえ、鮭で言うとさ、あの細い方。インディアンから。鮭の切り身で、あの細い方。インディアン。油が乗ってる方です。くせえ方。くせえ方。食べて。助けて。ここで助けてしますけど。あの、魚拓さん、まあ、結論から申しますと、ないですね。可能性はないです。抱けません。もう一番最初の会話からもうちょっと、はあ、いや、もうお腹空いてないんで、私帰るんで、みたいな雰囲気出されてたんで。逆に言うと、はい、じゃあこういう今みたいなシチュエーションで、うん、男はどうすればいいの知りたいですね。俺苦手なんですよ。お得意なのがあるじゃないですか。そう、お得意なの。やりたければやるでしょ、あれを。やった方がいいですか今。そうですね、一発。じゃあ俺はいいよ、もうはっきり言うよ、はい、やらしてください。いやつですよね。どう、撃たれた撃たれた。ちょっと足だけ。あるんですよこれ、本当に。本当に決めある。実証されましたね。目力がすごい。パッ、必死な血眼の目がやっぱ効いたみたいですよ。本気な感じが。よかったですね。効果が実証されただけで、はい、あの自分です。そうです、ありがとうございました。まま20年だし、僕の特に。しかもみんなも役に立つっていう。そうですね、皆さんもぜひね、土下座実証してみてください。さあ、勝負に戻って成瀬はライオンモード中。このまま天井を迎えられればフリーズと同じ恩恵を受けるが、まだまだ続いた。あ、やっぱ天井いった、天井いった。食べて。あ、うわーうわー、これでレジェンドイエロー行くから。よし、はい、素晴らしい、マジで天才。なかなかここ噛み合わないから。すごい。この間にね、7時ぐらい遅くするんだけど、
その個数によって ART のストック数が変わるの。7が1個だと2個以上、2個だと5個以上、3個だと6個以上確定するから、まあ、たまればたまるなるでさーん。今説明聞いてたから、ごめんねごめんね、うん、はい、そう、あ、藤子ちゃん、はーい、藤子ちゃんです。あ、キロちゃん違かった、ごめんごめん、あ、ごめんごめん。出番を届け、やったね、やっと入ったね、ワルサーラス。あと30、まあこのここのポイント数によって継続率は変わるんだけど、最低でも約 70% あるから、で第2個でしょ、最低でも5セットある、だからその間にいかにこれマックスまで貯まると、そのセット数にエクストラボーナスに発展するの、結構それ大事、今赤なんですよ。これは、おー、いったー、バライユン。ここからもの20ゲーム。実はこの時、ナルセと同じくライオンモード中に天井を迎えそうなミラクルな状況。緑の果てだから、うわ、ダメか、マジか、ただこう揺れて、さあ緑のびっくりマークから、うわ、さあ緑エフェクトから、おー、叩かねえよ、叩けって言われてた、まあ、叩くの俺安くねえんだもんね、あれ、まあ、叩かねえよ、なの叩かねえ、もう大丈夫しようがないのか、まあ、叩いてくださいだろ、まあ、むしろ、まあ、叩きますけど、おー、なんだこれ、超かっこいいな、これプレミアムってなってますよ、ね、危なかった、もうちょっとハマったら俺家帰ってデスノートにルパン三世って書いてましたよ、これ危なかった、さあやるで入った、おめでとうございます、やっと入ったよ、やっと、遅い、ごめん、やっと入った、遅い、あれさっき ART に入ったら何だっけ、違いますよ、5連で脱ぐ、7連で足か腕、10で好きなの、ちょっと甘く見てた、はあ、全然遅いですよ、5連で、5連です、5連でやってください、 OKOKOK やって、ナルセとどっちがいい、ナルセとどっちがいい、いいだろ、ほんと俺の選球眼に間違いないんで、
はい、そしててんてこまい中の魚拓 ART 特化ゾーンのレジェンドゲートへ。あのレジェンドゲートっていうフリーズと同じなんですよ。ああそう、ここからすげえ出るってことだけは間違いない。もうそれは曲げようのない人事さんで。絶対突破。ここからが。えい。そして成瀬は矢部が魚拓の元に行ってる間に、なんかすごいんじゃないのこれ。すごいっぽい。スタッフが笑ってる。そして順調に4連し、水着をかけた継続バトルだが、ちょっと待って、これで勝ったってことは、だって俺5連したからいいよ、見て一緒に。ああいういう、あもうじゃあ近くで、あごめんなさい、あの脱ぐのはまた後でってことになる。お預けっすか、なんか大人の事情です。だから7連ちゃんまで頑張ってください。わかったわかった、7連で、あと2ですもんね。あと2見てます、見てます。わかった、おい大人の事情ってなんだよお前。寒いのがだろ、多分鳥肌が鳴ったのがそういう理由だろ。もうちょっと頑張れ。そして7連をかけた運命の継続バトル、魚拓いけー。さっきはタイトルが赤だったんで、あーっとさて、この攻撃が復活か、これで、ね、嘘、あー分かった、どうしたんですか、どうでした、一つおまけしてくんね、バーゲン、結果発表。お疲れ様です。勝ってるの、今日は僅差だけど勝ってるの。え、勝ってるですか。私全然勝ってると思ってます。あ、全然はない、本当に。え、そんな、だってあなたが席を立った後結構続きました。いやどうだろう、本当に、いやガチですよ。500枚は行ってるんですか。行ってます。
500枚超えてます。2000枚は行ってない。1000枚は行ってない。1000枚見ます。500枚以上1000枚見ます。何それやだ。だよな、だよな、だよな。俺は2回続けたら負けないです、はい、人生において、はい、取ります、はい、今日は今日はガチです。こんな舞台を用意してもらって負けるような男じゃないっす。絶対にやってます。やる男です。勝ってます。わかんない。え、勝ったと思ってた。いやいや、じゃあ反応やめてもらっていいですか。いや、あの、すいません、あの反応で、あの、わざとやってんのそれ。とりあえず一人ずつ言いますよ。いいですか。大丈夫ですか。今ので分かっちゃいましたけど大丈夫ですか。とりあえず言いますね。骨抜けたけど大丈夫。言いますよ。ココミ960枚。はい、どうなんだろう。いや、もうバレバレじゃないですか反応で。はい、木村さん674枚。え、ね、どんな大口叩いてたんですか。え、何が勝てると思ったんですか。私全然ですよ。674。これであんな偉そうなこと言ってたんですか。無なしですよ、無なし。とりあえず謝ってください。もうわざわざ来てもらったのに。しかも7連で俺コパトーン塗れるなんて6連で終わって。うわうわ、濡れてないんですか。え、濡れて、え、わざわざ買ってきたの。いや、濡れてるよ。いや、コパトーン、コパトーンなんでね。わざわざ持ってきたのに、これ出番なし。でも今日2周年なんで、せっかく、あれじゃないですか。え、本当にいいっす。いやいや、おかしいおかしい、ちょっと待って。6連だから腕で。あ、そう、お願いします。お願いします。2周年なんでね、特別ですよ。もう本当だったら何もないんです。そうですよ。え、こっちじゃなくて、こっち腕で、6連だから腕で。足でもいいですよ。いや、待って、しかもめっちゃ垂れたんですけど。なんなんですか、本当に。いや、しかもなんなんですか、本当。ひどいよ、めっちゃ垂れた。いや、もうなんか昔思い出したの。そうですね、ギャルの時。そうそう。出てるかな、ワイプでこれ。いや、そんなこと持ってないから。そんなこと持ってない。あ、持ってるって。マジマジか。多分ね、この辺出てるから。やばい、超やだ。決めに行くまでの5秒ぐらいをやってよ。覚えてる。あ、5秒、え、行きます。はい、なんかみたいな、みたいな、そんな感じ。かなりショック。音楽流れたら私多分まるまる踊れますよ。体で、そう、体でもう覚えてるんで。でもなんかちょっとどんくさかったよ。いや、一応、いや、ゆっくりやんないとさ。一応ね。え、それを早くやるんでしょ。いや、ちょっと音楽流れてないとやっぱテンション的なものが。君が弱って。国歌なの、国歌。いや、国歌はない、国歌ではないけど。オリンピックだよね。国歌か。あるよ、東京五輪で。いやいや、あるわけないじゃないですか、そんな。あるよ、あるよ。もうでも最初のムフフタイムで魚拓さんの隣の隣に座ってた人こうやってて、てバーってやって水着やった瞬間、おマジかよってね。めっちゃ無駄。その後ね、しばらく帰ってこなかったんですよ。どこに何しに行ったんだろう。いやいやいや、おマジかよって。では5連のご褒美タイム。あ、いや、もう正座しても、これ、あ、もう、もうちょっと近くでね。あ、そう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 、こんな感じで。あ、そうそう、たった5連でそこまでできます。できるよ、5連頑張ったもん俺。頑張った。お前600枚で何を言ってんだ。あ、もう早く見て、豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週水曜配信、嵐と松本、毎週木曜配信、魚拓男性の口とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。
クエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。 あの人気ライターがあなたのスマホに降臨。4000本以上の動画が見放題。ここでしか見られない限定動画やあの人気番組の最新作まで多数配信。サイトセブン TV プレミアム。